なんで、どうしてここに。誰だあいつ、認知存在か。私が、私のせいで。行くぞ。霞、代わりに。やめて、やめてよ。急ぐぞ、吉沢がヤバい。許されないぞ、主の慈悲を汚す者。無事か、吉沢。その声、先輩。あっちはやる気みたいだぜ。受け入れよ、主は嘆いている。自ら痛みによる愚かさ。さっきから一体何を。学校が試験の時期ずらしたっていいよね、特別扱い。なんだこの声。私気にしてませんって感じが本当ムカつくんだよね。特待だか知らないけどチヤホヤされてさ、本当に結果出せてんの。これって気持ちはわかりますが、やはりその3位ではね。やっぱり優勝してくれないと。片方がなくなった上に結果も出ない。これでは勝ちだ。黙って聞いてれば。吉沢、結果が出てない。そんなの言われなくてもわかってる。だけど私だけじゃない。私たちの夢まで悪く言うのは許せない。自分の都合を押し付けて。勝手な期待をして、勝手な結果を求めて。吉沢、まさか私じゃ無理だって言うんですか。私を誰だと思ってるんです。私は吉沢かすみです。不器用な子。灰をかぶったままよりも灰染めの映画を選ぶ、そういうことだね。けど、それがあなたに決めたことだというのなら、最後まで付き合うよ。やっぱりこいつは。主は我、契約という名の魔法、受け入れなさい。仕切り直しをお願いします。今度はサンドリオンと一緒です。指示はこっちで出す。無理はするなよ。お願いします。お仕置きの時間。
ことか。ペルソナおい、大丈夫か？これ以上、無様な姿は。おりゃ！おお、ペルソナに目覚めたばっかだってのに、やるじゃねえか。先輩、ですね。やっぱり。ところで、私たち、なんでこんな格好に？まあ気にするなって方が無理だろ。感づかれたようだな。早く出た方がいい。詳しい話は出た後だ。お前が異世界に行く前にいた場所だ。戻ってきたんだよ。戻って？私たちどこかへ行ってたんですか？あー、それはだな。お願いします。知っているなら教えてください。自分に何が起きたのかちゃんと知っておきたいんです。気持ちはわかるが、どうする？まあそうだな。じゃあ一から話してやるよ。ありがとうございます。異世界、パレス、ペルソナ。いきなり全部理解するのは無理だろうな。普通信じられませんけど、実際に見ちゃいましたからね。というか猫ちゃん説明上手ですね。それよりお前、我が輩に驚かないのか？え？猫が喋ってる？おせえよ！てか猫じゃねえし、我が輩はモルガナだ。なるほど。じゃあ私よりいろいろ知ってるみたいですし、モルガナ先輩ですね。そういや、あれ渡さなくていいのか？わざわざ届けに来てくれたんですか？ありがとうございます。今朝も様子がおかしかったからな。何かあったのか？それは大会の結果、結局言いそびれちゃったんですけど、3位だったんです。もちろん私自身もこれで満足はしてません。でも学校はそれ以上に不満だったみたいで、今朝先生に呼び出されたんです。この成績のままなら特待生も外すかもって言われてしまって、それ自体は私の力不足ですし仕方ないことだと思いますけど、損だとか外れだとか好き勝手言われてるのを聞いちゃって、しかも一緒にいた丸木先生まで巻き込んでしまって、今回のはさすがに答えました。そりゃしんどいな。それでまたここに来たんです。
その後は気づいたらさっきの場所に。けどもう大丈夫です。さっきので吹っ切れました。絶対に夢を叶えるので。みたいだな。しかし吉沢はなんでパレスに入ったんだ。さっきの話じゃ本当に偶然っぽいけど。ナビですか。やっぱそうだよな。なあ、スマホ見せてくれないか。ナビがあれば履歴で誰のパレスかもわかるだろうしな。あ、はい、スマホなら。すみません、ダメかもです。なんだって。電源切れちゃいました。もともと調子も悪かったんですけど。おいおい、大丈夫なのかよそれ。ま、狙いのパレスってわけじゃないから問題ねえか。全会一致じゃなきゃターゲットにもならねえしな。お聞きしたいんですけど、先輩たちが怪盗団なんですか。あー、なんだその。そうなんですね。やっぱり。ってことは私、明智さんとカフェに行った時、ご本人の目の前で怪盗に賛成できないって言ったことになるじゃないですか。なんかごめんなさい。気にすんなって。それよりどうすんだ。その通りだ。あれだけ戦えるなら怪盗団の戦力として十分じゃねえか。それって私が怪盗団に入るってことですか。まあな、早い話がそういうことだ。ペルソナにも目覚めて、パレスのことも知っちまったし、見たところかなり素質もあるぜ。怪盗団に入ってくれるなら大歓迎だ。なるほどです。答えはすぐじゃなくていい。どっちにしろ我が輩たちが何してるか知ってもらわなきゃ決められねえと思うしな。ありがとうございます。けどすみません、お断りさせてください。ああ、そうしたら今日のとこはで。え、ペルソナに目覚めた時改めて思ったんです。新体操のこと、このままくよくよしてちゃダメだって。なのでどうしても今は新体操に集中したいってわけか。散々助けていただいたのに本当にごめんなさい。そう言ってもらえるのは嬉しいです。ただ中途半端な気持ちで入っても皆さんに迷惑をかけてしまいそうなので。もちろん先輩たちのことは誰にも言いませんから。察しが良くて助かるぜ。ま、怪盗団のことで気が変わったらいつでも言えよ。ありがとうございます、モルガナ先輩。その時は遠慮なく相談しますね。おう。先輩もありがとうございます。いろいろ助けていただいたご恩は必ず返しますから。帰りましょうか。いろいろありましたけど明日からまた頑張れそうです。なんとなく。そりゃよかったぜ。それではまた。